はい、じゃあ今回の動画は何ですか、リュウジさん。シングルスということで。はい、違います。今回の動画は最近僕が意識してプレーを行っているレシーブをしてか逆クロスに打ってから後衛前のローボレーを取るという連続の動きのプレーをしていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。せーの、ソフビ。さあやっていきましょう。練習方法としてはサーブ上げてあげて、でまあ最初は2球持っといて、サーブ上げて打ってきて、自分がそれを返すぐらいのタイミングでもう1球後衛のストレート、後衛前のストレートに上げボール出してあげましょう。でもそれがうまくできるようになってきたら本当に打ち返してもいいですし、いろいろ工夫してやってみてください。じゃあやってみます。とりあえずこのアングルからで見えてるかな。それ今説明した、できるようになったら打ち返してください。あ、うわ、ライター、見えにくいやな。うん、多分。ということでやっていきましたけど、はい、疲れました、疲れましたね。これ結構動くプレーなんですけど、動くし難しいし、けど後衛からしたら全員が一人でポイントしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいし、うん、全員も気持ちいいし、気持ちいい、気持ちいい。なんでできたら後衛を絶対助けられると思う、どこかで。強みになるプレーだと思うので、ぜひ身につけてみてください。ということでアドバイスお願いします。まず一つは、はい、レシーブの
レシーブの威力をそんなに上げないってことですか。ああ、バンって打たないです。はい、はい、なんでですか。バンって打つと相手の後衛の打つボールが逆クロスとかにも落ちやすくなってくると思うんで、緩いボールだとしっかり踏み込んでミドルとか後衛の前の日本線に打ってくることが多くなると思うんで、なるべくそんなに強いボールを打つイメージを持たずにレシーブするのが一つ僕的には大事なことかなと思います。個人差あります。はい、まあ、あと前に詰める時間を稼ぐっていうのもあるんじゃないですか。そうですね。中途半端な速い球を打って中途半端なポジションに取ってしまうと、その次の攻撃、自分の動く攻撃のリズムがちょっと時間的になくなってしまうので、はい、そういうことは大事だと思います。やっぱりわざと遅い球を使って自分の体勢を整えて取りに行く、そういうことが大事。まず1点目、はいはい、2つ目が、はい、レシーブを打った時にそのまま流れていくんではなくて、走っていく、ボールに向かっていくのではなくて、一旦真ん中の線より一歩半歩くらい内側に一回止まるイメージを持っていくことが2つ目のポイントで大事だと僕は思ってやっています。はい、ちょっと一回やってみますね。はい、 OK、 レシーブします。はい、このままレーダーに振ってボレーするのではなくて、はい、はい、レシーブしました。わかりますかね。あのバーって走り抜けていくんじゃなくて、相手が打つときにちょっと止まるんですよね。レシーブしました。レシーブしました。相手打ちます、止まります、取りに行きますっていうイメージ。そんなにここでしっかり止まってしまうとレシーブ打った時の勢いが全部なくなってしまうので、はい、なるべくリズムを合わせるって感じですかね。ドンってドンって止まるのではなくてリズムを合わせる感じ。レシーブしてドン、いいですね。お、僕が持ってやっています。はい、じゃあそのまま3ポイント目いきましょうか。3ポイント目はボレ、やっぱりまあ競技的にもそうなんですけど、ボレーをする際にする時に難しいボールなんですよ。ストレートから遠いです、ね、来たボールを遠くなる分難しいですし、はい、引っ張るっていう技術も少し、まあ、引っ張るんですけど引っ張らなくていいんですよ。気持ちはね、はい、考え方として、はい、考え方として引っ張ったら決めれるんですけど、場所は引っ張って相手のいないコースに打つイメージを持ってやった方がいいんですけども、実際のラケットさばき的には無理やりこのように引っ張るイメージは持たずに、面を残しつつ、面を残して、なんだろう、無理やりも無理やり引っ張ろうとしないって感じですね。このように無理やり引っ張って、これは分かるですかね。宮さんみたいな。引っ張ってんの、うん。ではなくて、面を残して、面をクロス側に残すイメージ。面の操作で引っ張るんじゃなくて、面のラケットの動かし方。そうです。何言ってるんですかね、僕たちは。日本語が下手なんです。日本。まあ。動画なんでね、はい、動画を活かしてやってみると、ね、はい、ちょっと見てください。はい、このままあかんれローボレーするときに、はい、こうこねる感じ、そうそう、こういう面の操作ですね。イメージをクロスに引っ張りたいと思って、はい、こういう動きをするのではなくて、なくて面をの残してね、このままこういうイメージです。面を残すイメージ、はい、打点でね、はい、コースを決めていく感じを意識してやっています。はい、ありがとうございます。はい、3ポイント目として、まだ何かありますか。やっぱこれでもあの大事なポイントで来るよね。スリーツー負けとか勝ちとか。そうですね。ポイント的にはそういう大事な場面とか。はい、自信がなんか、あとラスト4ポイント目としては、ありましたか、はい、その迷ってプレーしたら絶対に届かないところに攻撃的相手の声打ってくるので、はい、やるって決めたならしっかり走り抜けるイメージを持って。やらないとチップしたり、逆に後衛に抜けた時に後衛が苦しい場面になってしまうので、そういう大事なポイントで、はい、なのでそういう時はもうミスを恐れずに思いっきりプレーすることを意識してやってます。はい。
ありがとうございます。ということでやってきましたけど、必ず武器になってね、大事なところで活かせるプレーだと思う。まあ、宮さんみたくローボレーに自信がなければあのようなボレーはしなくていいんで、無理せず、はい、試してみてください。ぜひやってみてください。はい、高評価とチャンネル登録お疲れ様でした。よろしくお願いします。